80年代後半から90年代にかけて F1 のエンジン市場に参入し、表彰台も獲得した実績のある日本のメーカー、ヤマハ。参入当初は最悪のエンジンと称されながら、長く F1 に挑戦を続け、表彰台まで上り詰めたヤマハの F1 挑戦の裏には、多くの苦労が隠されていました。皆さんこんにちは、モーター天国のレインです。今回はヤマハの F1 参戦の歴史、知られざるエピソードについて解説していきます。このチャンネルでは、F1 グランプリに関する様々な検証、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。モーター天国関連チャンネル、投稿者ツイッターもよろしくお願いいたします。今回はこのような内容を解説していきます。もともとヤマハのブランド名で楽器事業を行っていた日本楽器製造は、第二次大戦中に軍用機の関連機器を製造していた技術を生かし、1950年代にはオートバイの生産を開始。この事業はやがてヤマハ発動機として分社化し、オートバイ事業を中心に様々な乗り物の原動機を手掛けるようになっていきました。そして四輪自動車では特にトヨタとの関係を強めていき、エンジンの共同開発や OEM 製造を請け負い、60年代終盤には二座席レーシングカーのトヨタセブンのエンジン開発も手掛けるなど、実績を積み上げていきました。そんなヤマハは80年代になるとモータースポーツへの本格参入を検討し始めます。当時のヤマハはトヨタ車のエンジンを手掛けてはいたものの、 OEM 供給という性質上、四輪車エンジンのメーカーとしてはその名が知られておらず、技術力を効果的に宣伝する方法を模索していました。さらにトヨタとのエンジン開発事業の中で、ある程度成熟してきていた技術力をさらにレベルアップさせたいという意向があったのです。そこでそれらを実現する方法として挙がったのが F1 への参戦でした。まずヤマハは手始めに国内の F2 マシンにエンジンを供給。2リッター V6、5バルブの OX66 を開発し、全日本 F2 選手権に参入したのです。1987年には F1 でも長く重宝されたレーシングエンジン、コスワース DFV を5バルブ化した3リッター V8 エンジンの OX77 を投入し、 F2 の後継カテゴリである全日本 F3000 において、鈴木アグリのドライブで1988年のチャンピオンを獲得。社内でのプロジェクトの規模は小規模だったにもかかわらず、大きな成果を残したのです。そしてこの頃、ヤマハの F1 進出を決定づける出来事が立て続けに起こります。参戦していた全日本 F3000 が翌1989年から5バルブエンジンを禁止、さらにヤマハに全日本タイトルをもたらしたアグリがザクスピードから F1 に参戦することになったのです。さらに F1 では89年からターボを禁止し、 NA エンジンのみで争われることが決まっており、参入するにはうってつけのタイミング。こうしてヤマハは1989年からの F1 参入を決断し、世界最高峰レースのエンジンを手掛けていくことになるのです。こうして F1 に参入する方針を固めたヤマハは、アグリが乗ることが決まっていた F1 チーム、ザクスピードにアプローチ。エンジンの無償供給を打診したのです。85年から F1 に参戦していたザクスピードは、F1 参戦開始以来、自社開発の直4ターボエンジンを搭載して F1 に挑んでいましたが、89年からのターボ禁止を受けて、自社エンジンの使用を断念、新たにエンジンサプライヤーを探していました。ザクスピード側は当時、ヤマハの他にコスワースから DFR エンジンの有償供給を受けるという選択肢もありましたが、チームが資金難に陥っていたこともあり、無償供給のヤマハとの提携を選択。こうしてヤマハはザクスピードへエンジンを供給することが決定したのです。しかしエンジンの開発段階である問題が発生してしまいます。ヤマハは当初 F1 エンジンのノウハウがなかったことから、コスワース DFR のシリンダブロックをヘッド乾燥してエンジンを製作する予定でした。しかしこの時、コスワースとの提携の話がまさかの決裂。ヤマハは急遽完全自社開発の F1 エンジン開発を余儀なくされたのです。
こうしてヤマハが急遽製作したのが 3.5 リッター V8 の OX88 でした。そして案の定、このエンジンは問題を頻発させていきます。 OX88 は F3000 でのノウハウを生かし、一つのタイミングベルトでバルブタイミング、油圧、ウォーターポンプを動作させていましたが、 F1 ではベルトが熱にさらされる時間が長く、トラブルを誘発。アグリ曰く、開幕前のテストでは、走行前の暖気の時点でエンジンが焼きついてしまったほどだったといい、初歩的なトラブルで走ることもままならない状態だったのです。さらに、パワーは約530馬力から580馬力程度で、当時の F1 では最低レベル。非力で信頼性のないヤマハエンジンに加え、この年のザクスピードのマシン、891もひどい出来であり、チームのパフォーマンスは最悪。チームはこの年、アグリとベルント・シュナイダーのコンビでシーズンを戦いましたが、シュナイダーが2度決勝に進出しただけで、ほとんどのレースで予備予選落ち。OX88 は、エンジンが回りすぎて吸気バルブが折れるという現象に悩まされるなど、シーズン中も信頼性の問題解決に苦慮。アグリは前線予備予選落ちという、不名誉な記録を作ってしまうなど低迷し、その原因の一つとなったヤマハ、OX88 は、F1 史上最低のエンジンの一つと評されるようになってしまったのです。屈辱的なシーズンを過ごしていた89年のヤマハでしたが、裏では別の構想が動いていました。ヤマハは89年の失敗を受け、次の一手として V12 エンジンの開発を構想。当時の F1 では、ターボ禁止で失われたパワーを求めて V12 を採用する流れがあり、ヤマハも次の時代のエンジンは V12 がベストだろうと考えていたほか、ヤマハが推し進めていた5バルブにボアサイズが適していたことも V12 開発を決めた要因でした。さらに次のパートナーとして日本人オーナーが就任して、名門復活を目指すブラバムが浮上。最終的に90年は V12 エンジンの開発期間に当て、91年からブラバムにエンジンを供給することが決定したのです。軽量コンパクトな V12 をコンセプトに開発が行われ、91年には5バルブを採用した 3.5 リッター V12 OX99 が完成。エンジンは目標重量を若干上回る160キロだったものの、パワーは600馬力以上を達成し、期待されたのです。シーズン序盤は信頼性の問題に苦慮。自動車メーカーではなかったヤマハは、燃料噴射装置などの部品調達に苦労。最初は量産車用の部品を改造して使っていたといいますが、途中からそれらをボッシュ製の専用品に切り替えていき、信頼性やパフォーマンスが改善したといいます。すると、開発の進んだシーズン終盤、第11戦ベルギーグランプリで、マーク・ブランデルが6位入賞。ヤマハにとってはこれが、F1 初のポイント獲得となったのです。ブラバムと良好な関係を築いていたヤマハは当時、ブラバムを買収してワークスチームを持つ構想があったとされていますが、この交渉が決裂したためか、この年限りでブラバムとのパートナーシップを終了。1992年は、前年 F1 デビューイヤーにもかかわらずたびたび好走を見せ、コンストラクターズランキング5位に入り、躍進が期待されていたジョーダンへ、OX99 を供給したのです。しかし、ジョーダンは前年 V8 エンジンを搭載した191をベースに、新車192を製作しており、V12 の OX99 とのバランスは最悪。これによりマシンは規定最低重量より60キロ近く重く、エンジンも冷えないなど、数々の悪影響を及ぼしたことで成績は低迷し、入賞わずか1回にとどまってしまったのです。結局ヤマハは92年の途中、ミスマッチに終わってしまったジョーダンとの提携解消を決断。並行してティレルへの供給交渉がまとまり、翌93年からエンジンを供給することになったのです。そんな中、ティレルはヤマハに重気筒エンジンの供給を要請。92年はルノー V10 を搭載したウィリアムズが、ホンダ V12 を搭載するマクラーレンを破り、タイトルを獲得した年であり、マシンとの相性とパワーのバランスに優れた V10 が、当時の規定の最適解であることが、明らかになってきた頃だったのです。そこでヤマハは、イギリスのエンジンビルダー、ジャットと提携。
91年から92年にかけて F1 に投入された V10 のジャッド GV に手を入れる形で新エンジンを作り上げ、ニューマチックバルブ搭載の OX10A を開発したのです。1993年のティレルは型落ちの020、失敗作の021で戦うことを強いられ、成績は低迷してしまいましたが、新車022を投入した1994年は躍進。チームが低迷した93年にも熟成を重ねた OX10 を引き続き搭載したマシンは、第5戦スペイングランプリでブランデルが3位に入り表彰台を獲得。ヤマハにとっては F1 で初のポディウム獲得でした。結局この年チームは6度の入賞に加え、片山右京が第9戦ドイツグランプリで1次2位を走行し優勝の可能性を見せるなど、躍進のシーズンとなったのです。しかしこの年、エンジンサプライヤーを悩ませるある出来事が起こります。この年 F1 で多発した重大事故を受け、翌1995年からスピード抑制のためにエンジンの最大排気量を 3.5 リッターから3リッターへ引き下げることが急遽決まったのです。ヤマハはこれに対応するため OX10 のボアストローク比を変更して3リッター化した OX10C を投入しますが、1996年には3リッター規定に適した新設計エンジンを開発することになります。この頃になると、各エンジンメーカーは高回転、高出力化を目指し、ボア径を大きくしてストロークを短くする傾向にありましたが、これは参戦開始当初から一貫して、軽量コンパクトをコンセプトにエンジンを開発してきたヤマハの方針と逆の流れでした。さらに、高出力化を突き詰めれば最終的には資金力勝負になり、予算の少なかったヤマハの体制では太刀打ちできないと考えたことから、ヤマハは元のコンセプトである、軽量コンパクトを突き詰める方向でエンジンを開発することになったのです。こうして、1996年のティレルに供給されたエンジン、OX11 が完成。トレンドと逆行してショートボア、ロングストロークとなったこの OX11 は、超軽量コンパクトな設計を実現。当時の F1 エンジンが軒並み120キロから130キロという重量の中で105キロという驚異的な軽さを実現し、車体の運動性能向上に大きく貢献したのです。しかし96年はこの軽量コンセプトが剛性不足を招いたことなどからトラブルに泣かされることも多く、最高位はミカサロが2度記録した5位。ヤマハはこの年を最後にティレルとの提携を終了し、翌1997年はアローズにこの OX11 を供給することになります。しかしこの年も OX11 は信頼性に悩まされるシーズンを過ごします。特に軽量化のために細くしたクランクシャフトのベアリングが焼き付きなどのトラブルを起こす現象に悩まされ、長く対応に追われていたのです。前半戦はエンジンとともにアローズのこの年のマシン A18 の信頼性不足も重なり、デーモンヒル、ペドロディニスの2人は完走できないレースが続いていました。しかし第9戦イギリスグランプリでヒルが6位入賞、シーズン初ポイントを獲得すると、第11戦ハンガリーグランプリでさらなる活躍を見せることになります。ハンガリーグランプリの舞台ハンガロリンクは中低速のコーナーが連続するテクニカルコースで、エンジンパワーよりもマシンの運動性能が重視され、軽量のヤマハエンジンとは相性の良いコースでした。ヒルは予選で3番手を獲得すると、レースでは序盤にトップに浮上。一時はウィリアムズのハインツ・ハラルド・フレンツェンに首位の座を奪われますが、フレンツェンがトラブルで脱落すると、再びトップでレースを独走し、チームとヤマハにとっての初優勝が目の前に見えていたのです。しかし、ヒルは残り2周のところで油圧系のトラブルを起こしてスローダウン。ファイナルラップでジャック・ビルヌーブに逆転を許し、2位でチェッカーを受け、優勝を逃してしまったのです。それでもヤマハにとっては、軽量コンセプトのエンジンがコースとマッチして、F1 での最高位となる2位。自動車メーカーのワークスエンジンが上位を占めるようになっていた当時において、快挙と言えるパフォーマンスを見せたのです。しかし、ヤマハの挑戦の歴史は突如として途絶えることになります。
手応えをつかんだヤマハは、翌98年も契約の残っていたアローズと共に、F1 に参戦する予定でエンジン開発を進めていましたが、この年のシーズンオフ、アローズのトム・ウォーキンショーが、F1 に参戦を続けていたエンジンメーカー、ハートを買収。ヤマハはウォーキンショーから、旧ハートとのエンジン共同開発や、バッジネームの名義貸しを依頼されたとされていますが、これらの条件を受け入れられないとして、アローズとの契約を解消。98シーズンはすでに他のチームの搭載エンジンが決まっていたため、参戦休止を余儀なくされたヤマハは、そのまま F1 へ復帰を果たすことなく、グランプリから姿を消したのです。最悪のエンジンと称された参戦初期から挑戦を続け、あわや優勝の表彰台獲得まで上り詰めたヤマハの F1 挑戦、その幕切れはあまりにもあっけないものでした。いかがだったでしょうか。今回はヤマハの F1 挑戦の歴史について解説しました。このチャンネルでは F1 グランプリに関する様々な検証、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺で。